じゃ文化服装の何かの方ですか？工科基礎科です。何年生で？1年生。1年生？はい。じゃあちょっと今日のコーデを上からブランドご紹介お願いします。コートがギャルソンのオムプリウスで、はい、ギャルソン。これが23の SS です。23の SS、はい、でパンツがシモンズの 22AW、はい、シモンズの 22AW、はい、でシューズが、はい、モルジェラですね。マジですか？で、はい、インナーがこれ、ラフシモンズ、これもラフシモンズなんですけど、ラフシモンズなんですね。これの、消費者機、はい、2003年 SS のやつ、はい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 、でベルトが、これが、MM6 の、マルタンマルジェラの時の MM6、 MM6。 ちょっと好きなブランドとか、はい、好きななんかファッションスタイルとかをちょっとお伺いしたいんですけど。そうですね、まあ、ちょっと今こういう感じなんですけど、はい、なんか普段は、なんかマルタンマルジェラ、はいはい、なんかあのアルチザンっぽい感じ、うん、結構好きでした。今日はちょっと、はい、ちょっとあの気分転換で、気分転換あの止めに行こうと思って、はい、こういう感じで来ました。めちゃめちゃ似合ってますね。ちょっと最後になんですけど、はい、今日のコーデの中で思い出の品を一つご紹介していただきたいんですけど。そうですね、このインナーなんですけど、インナー、はい、ちょっと、まあ、あのそうグラフ の, あのアーカイブ結構集めてるんですけどはい、はい、まあ、それで結構なんか前から欲しいなっていうふうに思って探してたんですけど、はい、まあ、そしたらあの渋谷 の, あのとあるその古着屋さんでたまたま見つけまして、はい、まあ、それで 2,3 ヶ月ぐらいちょっとお金貯めて、はいはい、あの買わせていただいてっていう感じです、ね、その古着屋さんのお名前とかって、アーカイブストアっていうアーカイブストアなんですけど、はい、そこで買わせていただきました。はい、ありがとうございます。はじめになんですけど、お兄さんたちは学生ですか？はい、お兄さんが文化服装学科の大専攻3年生の森森と申します。はい、姉さんは、普通の大学通ってて映画とかを専攻してて映像を作ってます。お姉さんはちなみに東京モード学園3年生でアパレルブランドモルコっていうビッターブランドしてます。今日のコーデをちょっと上からブランドをご紹介していただきたくて、じゃあちょっと左のお姉さんからいいですか？一応僕の私物なんですけど。あ、そうなんですね、はい、これ全部ノアルケイニノミヤっていうブランドですかね。はい、はい、でこのハーネス、リボンのついたハーネスとか後ろとか見てもらったら分かるんですけど、リボンがついた感じで可愛いやつ、スカートもトップスも全部ノアルケイニノミヤっていうブランドのものになってます。はいはいはい、でその袖だけコムデギャルソンタオっていうものです。あ、別々のもの。はい、そうですね、これも上からつけてるだけです、ね、はい。でカバンがシモーネロシャっていうブランドなので、でこれが私が作ったこのクマのネックレスです。実際に作られた。これは作ったやつです、はいはいはい、あとはユーズドですから、ね、ユーズド、はい、靴とかも靴もユーズドですね。キャップもキャップもそうです、はい、ユーズド、はい、ありがとうございます。じゃあ続いてお兄さん、はい、まずこのこれがコムデギャルソンのピルスとか、はいはいはい、です、はい、でこのジャケットが、アクトンネロウノっていうブランドのやつになってます、はい、でインナーも、スカートもノアルケイノミヤの、はいはいはい、で靴は、ノーブランドです。ノーブランド、はい、これはぬいぐるみはお兄さんが実際につけて、これはなんか元から作ってあったやつで、こういうものが売ってました。はいはいはい、ありがとうございます。バッグとかはちなみにバッグはステラマカートニーの、ステラマカートニーのバッグ、はい、アクセサリーは今日はなし。アクセサリーはこれ 6% の時のやつで お借りしたものなんですけど、はいはいはい、アクセサリー、はい、じゃあ続いてお姉さんお願いします。私はハンドメイドで自分で作って、はいはい、まあ、そのハンドメイドのロリータブランドをやってまして、それがモルフォっていうブランドで、全身そのブランド、はい、なんかそのロリータのワンピースをロリータじゃない風に着こなしたり、はい、そのファッションロリータをすごい頑張ってて、でまあパンクロリータっていう表現で、パンクイコールパンクファッションじゃなくて自分の生き方っていう、はい、自分の着方、好きな着方っていうロリータスタイルをあのいつもやらせてもらってて、めちゃめちゃいいです、ありがとうございます。普段買ってるブランドとかってお聞きしてもいいですか？注目してるブランドとかは。私普段デコラファッションをしていて、はい、もう全然今とは真逆のカラーなんですけど、はい、デコラをするのにアクセサリーがすごいカラフルなものとか必要なので、こういうロッパーとかのアクセサリーを結構使ってます、はいはいはい、お兄さんは、僕はコムデギャルソンのブランドが一番好きですかね、はいはい、一番。お姉さんは、私はロリータブランドが好きなので、はい、ベイビーザスターデザイングブライトというブランドがあって、そこの容器のなんていうのフィールとかソーイングの構成がすごく、はい、ここが憧れの
ロリータブランド、はい、と最後になんですけど、今日のコーデの中でちょっと思い出の品1アイテムご紹介していただきたいんですけど、これですかね。僕の、はい、大阪の古着屋さんで買ったんですけど、はい、その時に、まあ、一目惚れして、はい、もう5年ぐらいほぼ毎日かぶってるんですけど、こんなここら辺とか色あせちゃって、はい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 、これは僕のアイコンって言ってもなんか僕の本当に命ほど大切なものになってますから、本当に。兄さんの今日のコーデの中だと私は何だろう、このジャケットは日本に1個しかなくてとてもいい。日本に1個しかないんですか、そのジャケット。ありがとうございます。お姉さん、ちょっと今日のコーデの中でこのワンピースは3時間ぐらいで作りました、はい、3時間ってパターンなしで、もう急いで作ったやつはちょっと汚いんですけど、はい、まあでもまあいいと3時間ですか、すごい。そのチュールを切ってそのまま伸ばしてくっつけてゴム入れただけなんで、はいはいはい、3時間最後に画面に見てる視聴者に一言お願いします。ありがとうございます。最高です。ありがとうございます。何かに通ってるんですか？二部服装家ですね。二部の服装家、はい、お名前は、平田和樹です。平田和樹さん。今日のコーデを上からブランドをご紹介していただいても。はい。サングラスが、ディーゼル。ディーゼル。でこれが MS ですね。はいはいはい。スカートがリックオーエンスで。リック。下が、まあ、2万入ってるんですけど、はい、例えば古着で下がチャンピオンですね。で靴がちょっとこれ忘れちゃいましたね。あ、そうです。バッグとかはどちら？バッグもこれですね、クルニっていう。クルニのバッグ、はい、注目してるブランドとか好きなファッションスタイルみたいなの聞いてもいいですか？はい、注目してるのはやっぱり今着てる MSU とか MSU、はい、はい、とベッドフォードとか着てますね、はいはい。最後になんですけど、今日のコーデの中で思い出の品を一つ聞いてもいいですか？はい、そうですね、もともとこういうスカートとか履くことなかったんですけど、はい、まあ、そういう思い切って買って、はい、まあ、こういう今のファッションなんか感じですね。何か宣伝があるみたいなんでちょっとお願いします。中目黒で、はい、まあ、古着屋やってるものなんですけど、はい、結構激しめな服を扱ってるんで、はい、来てください。お店の名前はちなみに、ダイエットブッチャーっていうブランドのお店の中で、うん、僕は古着やってて、はい、ダイエットブッチャーっていうブランドもすごいかっこいいブランドなんで、はい、はい、ぜひ。じゃないです、じゃないですけど、お客さんだけど。お客さん、そうなんですね。